はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日なんですが、皆さんはレッドテンレイという遊戯王界にはびこる宇宙最強の呪文を皆さんご存知でしょうか。ですね、あのレッドテンレイが何かっていうとですね、レッドリゾネーターとあの猛炎星テンレイっていうのを手札に揃えて、でレッドテンレイのを揃えると、まあ、要はレッドリゾネーターでテンレイを出すと。でそうすると何が起きるかっていうと、あのね、まあ、簡単に言うとカード3枚増えます。簡単に言うとカード3枚増える、まあ、要するにバクアドバンテージを稼ぐことができる宇宙最強の呪文、これがレッドテンレイなんですよ。動かし方はね、いろいろ説明してると効果長いからあのめんどくさいので、動かし方は見ていただければいいかなと思うんですけども、デュエルをね、盤面、最終盤面、方針と飛燕尺並んでトラップ2枚伏せて、でなんか魔法カード1枚あって手札2枚あるっていう、なんかねやばいことが起きるんですよ、とにかく。で今回新パックでコールリゾネーターが来たんで、レッドリゾネーターがサーチできて、で演武天気で天霊サーチできるんで、実質サーチできるカードだから6枚6枚入れられるんですね。こうすると先行で大体 60%、 後攻で大体 70% ほどの、レッド天霊成功確率になります。宇宙最強呪文が結構簡単にあの出せるようになりましたんで、早速ですね、この最強ムーブをね皆さんにもご紹介していきましょう。デュエルスタンバイ。さあ皆さん、宇宙最強呪文をねお見舞いしていきましょう。コールリゾネーター来たんでね、レッドテンレイっていうねヤバすぎるムーブができるんですよ。これを見せていきたい。ヤバいこと起きるから今からいくよ。レッドリゾネーター召喚、レッドリゾネーターのモンスター効果発動、レッドリゾネーターの効果によってレッじゃあ、猛炎星テンレイを特召喚、そしてレベル4の猛炎星テンレイにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚遠征功、方針をシンクロ召喚、そして方針のシンクロ召喚成功時の効果、さらにシンクロ素材となった天霊の効果発動、天霊の効果によってデッキから、演武をセットできる、まず天数をセット、そして方針の効果によってデッキからレベル3の統計を特殊召喚できる、そして統計特殊召喚成功時の効果発動、これが遠征のモンスターの特殊召喚、遠征モンスターの効果で特殊召喚成功した場合、遠征モンスターを手札に加えることができる、そして、演武天数を発動、さらに統計の効果、統計は一旦に一度演武を墓地に送ることによって演武魔法トラップカードをセットできる、そして、召喚源が点数で増えているため一体をリリースしアドバンス召喚、いけドヤー、そして飛燕尺効果、飛燕尺の効果で敵からトラップ演武をセットできる、これが手札4枚から盤面プラス手札7枚、カードが3枚増えているぜ、バカの宇宙最強宇宙最強盤面レッドテンレイ、これがレッドテンレイですよ皆さん。やってること強そうっしょ、やばくね。だって手札4枚からさ、カード7枚になってるんですよ、やばいでしょ。でトラップカードで点線、一応ね、あの打点が上がるっていうトラップカードと魔法トラップを止めるっていう、あパフューマー、なるほどパフューマーね、了解。チャネラーを、ね、止められればできなかったんですけどね、チャネラーは止まんないっていう話あるんですけども、まあ、あのデモンチェーンとかいるときは一応、あーなるほど、それはもう止めるわ。極演武シントの効果発動、スピード上に遠征モンスター、そして演武魔法トラップカードが存在する場合、一旦に一度魔法トラップカードを無効にして破壊することができる、なんて強いんだ、なんて強いんだ。おカードを捨てる、いいだろう。対象に取る魔法トラップしかないと思うんだよね、ハーピーって。今ですね、僕のこの飛燕尺さんっていうモンスターの効果によって全フィールド上の重戦速モンスター、私のフィールド上のモンスターは全て対象に取ることはできません。説明しよう、炎星飛燕尺、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のフィールド上の重戦速モンスターは全て相手のカードの効果の対象にならない、つまり月の書も効かない、狡猾も効かない、因果切断も効かない、全てのカードを無力化する最強モンスターなのである。対象に取ることができないんですよ、強いでしょつまり月の書とかなんか狡猾とか全部効かないんですよ。で暗炎星勇者召喚、そして勇者の効果発動、勇者は一旦に一度炎星、じゃあ演武魔法トラップカードを墓地に送ることによって
相手のモンスターを破壊することができる。なんて強いんだ。スキルアスト粉砕だ。いけー。宇宙最強、これが宇宙最強、レッドテンレーダー。そして勇者の効果発動、勇者の効果によって玉光もセットできるぜ。これ陽光でもいいな、だから玉光使わねえわ、対象取る魔法トラップじゃねえから。いけー、くたばれー。最強でした。やはりレッドテンレイという最強呪文はね、あの令和になっても最強です。はい、さあお相手の方、ユエリストらしき龍馬くんね、よろしくお願いします。13倍。あーちょっとテンレイさん、これねコールリゾネーターがリゾネーターかぶりすぎ問題ですね。ですね、高校だと何パーセントあるんだっけ、ちょっと待って、ね、高校だと20枚で5枚で3枚3枚1枚ドローかな。ですね、じゃあ6枚か、6枚入ってて計算するわ、ちょっと待ってくれ、オノマト長いから計算する時間あって、6枚6枚入ってるカードを1枚ずつ引く確率、高校だと 74% です。74% レッドテンレ決まるんですよ。あ、今デッキ枚数がね、21枚だからちょっとだけあるか、少し減るか、21枚だから、21%、それでも 71% 最強か、ほら決まった。でコールリゾネーターからの、違う、なんかハンデス入ってんな、ちょっと全然きれいになったわ、ちょっと確率計算して、で演武天気発動、はい、でテンレ持ってくる、オーケー、これでレッドテンレイよ、レッドリゾネーターを召喚、レッドリゾネーターのモンスター効果発動、レッドリゾネーターのモンスター効果によって猛遠征テンレイを特殊召喚、そして猛遠征テンレイにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚、誰やねんモンスター、遠征後方針をシンクロ召喚、シンクロ召喚成功時方針の効果発動、方針の効果に変身、さらに天霊の効果も発動、天霊は遠征モンスターのシンクロサイトなった場合、敵から演武魔法トラップをセットできる。これは天気でいっか、天気セットする必要あったのこれ、いや、これで立遠征統計を特殊召喚、そして統計の効果と統計は、特殊召喚に成功した場合、敵から演武モンスターを手札に加えることができる。そして演武点数を発動、演武点数は召喚権を1回増やすことができる。そして点数の効果によって勇士を特殊召喚、あ、じゃあ召喚、そして勇士の効果、演武魔法トラップを墓地の振り、お前のモンスター一体を破壊する。なんて強いんだ。統計の効果発動しよっか、統計の効果発動、点数を墓地の送り、点線をセット、うおー最強だ、バトルおりゃーよし、あれだった、ちょっとね、ミスりましたね、あの天気セットする必要ないっすよ、2回目のやつで玉光セットしといて、おいこれで終わりだ、おいいやー、宇宙最強だわ、やっぱこのデッキあんまり決まんないけど。さあお相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デモンズ・レゾナンスかな、とりあえず、まあ、あのレッドテンレイ決めるわ、レッドテンレイいいわ、やっぱりレッドテンレイ最強、シンと引いちゃってるから、ちょっと、あれですね、展開は考えてます、レッドリゾネーター召喚、レッドリゾネーターの効果発動、猛遠征天霊を特殊召喚、そしてレベル4の猛遠征天霊にレベル2のレッドリゾネーターをチューニング、いけ遠征後方針シンクロ召喚、そして方針シンクロ召喚成功時の効果発動、さらに、シンクロ召喚となった天霊の効果もチェーンして発動、天霊は、魔法トラップ演武をセットできる効果、これによってもちろん点数をセット、そして方針の効果で統計を特殊召喚、ほい、そして統計特殊召喚成功時効果発動、特殊召喚成功した場合、敵から遠征モンスターを1体手札に加えることができる、そして統計の効果発動、統計の効果によって演武天気を墓地の国点線をセット、そして点数を発動、
だからちょっと一応ロック枚ですね、これしょうがないわ、これ引いちゃったからきちんと、まあいいや、統計をリリースしてアドバンス召喚、そしてカード落ちはセット、あ、終了言うて強いけどね、4枚からここまで展開できる、4枚っていうか手札4枚から、まあ、2枚ですけど実質ここまで、いや、サイコのやめて、ちょ、サイコのやめてよ、シュート、まあ、意味ないけど発動しかない、シュート破壊しないでよ、鬱陶しいな、こう、あ、そういうことか、コールリゾネーター通したいことね、なるほどね、なるほど、いいだろう、それが許してやろう、やべえ、ちょ、打点で抜かれる問題が発生しそう、一応、今マックス打点3300ですかね、3300出ます、レッドリゾネーター、ほう、やべえ、レッドリゾネーター環境だ、レッドリゾネーターが無限に飛んでくるぞ、いいだろう、さあどうする、ワイルドワイン同手札加えてクリムゾリゾネーター強い、やばい、待ってこれスカーレットのまくるんじゃないマジ5000やばくない、ちょ待って、あのバウンスすればいいのか、バウンスすればいいよ、マジあれがいたわ、あと除外もあるわ、デッドリシーンもあるし、あとあいつもいるんで、バルカンもいるんで、まあ一応ねバウンスと除外両方ともあるんで、除去能力にはね結構たけてますね、あいつは効果では破壊されないっていうね、ちょっと遠征はきついかと一瞬思うけど、実はバウンスと除外はあるっていう、はい、いいだろう、さあレッドライジングの効果発動いいでしょう、さあ墓地のリゾネーターモンスターを一体特殊召喚していく、でここでレッドリゾネーターが特殊召喚成功した場合ライフポイントを回復するという効果を持っているが、これは発動しない、あ、なるほど、ということはですね、つけてきたレッドリゾネーターで、3000回復しようとしますね、この人はね、はい、王者の鼓動、はい、レッドデーモンドラゴン進化召喚していく、我が魂来た、はい、で、クリムゾンリゾネーターの効果で、レッドリゾネーターを出してくると、ここで多分これでやばいな、スカーレットラバーかなりやばいですね、5000、大体今5000ですね、打点が5000効果で破壊されない、トップ何引けばいいんだ、トップ何引けばいいんだろうな、コールリゾネーターでいいのか、コールリゾネーターでバルカンで戻してあげればいいから、コールリゾネーターですね、コールリゾネーター、もしくは一体破壊されるだろうから、あでもデッドレシーン出せるのか、ウルフバーグで大丈夫だ、勝ったわ、勝ち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 、そんなゴミみたいなモンスターでは俺は倒せないぜ、いいだろう余裕よ、こんなね効果では破壊されないやんっていうねモンスターね、俺の手にかければ1コロよ、極光魔法発動、え嘘でしょ、嘘嘘やん、